これ何ご飯なんだろう。夕ご飯、昼夕ご飯です。いただきます。インスタントの味噌汁、おいしい。久々に卵かけご飯。なんか CM で味の素かけて食べてたなと思って、試しにやってみようと思います。味の素って本当うまみって感じなんですけど、しょっぱいとかもないんですよね。窓辺にですね、布団持ってきまして、最高のゴロゴロゾーンを作りました。いただきます。あー、なるほどなるほど、私卵かけご飯って醤油じゃなくてめんつゆ入れるんですけど、それもなんとなくなんかとろっとした甘みみたいのが欲しくて入れるんですけど、それと似てますね。味の素、とろっとした甘み旨味を入れたい人よ。でもやっぱめんつゆかけました。ウインナー、セコマで買った味噌漬け、結構しょっぱめなんですね、これ。今日は朝起きて YouTube ライブをして、北海道に来てからの動画を振り返ろうかなと思っていたところ、9時半からタイヤ交換予約していたんだということに気づき、急いで行ってきました。で、無事メンテナンスパックというものにも入りまして、今後の点検と車検が安心だなとなりまして、で、家に帰ってきてから何したっけ？あ、その YouTube ライブの続きをして、北海道の動画一通り振り返りまして、で、散歩がてら、あの桜が今どれぐらい咲いてるのかが知りたくて、桜を見に行って、一人ですよ。で、まだ咲いてないのがほとんどでした。日当たりがいいとこの桜は咲いてちょっとだけ咲いてましたけども、あともうちょっとで咲こうかなっていう感じの桜がほぼでした。なんか久々に外で自然を味わったら、なんかとても気持ちが良かったです。もちろん人は全然いない、もうたった一人の状態でした。で、私この間テレビ見ててやってたんですけど、ひらがなのおってあるじゃないですか。おをすごい高速で早くずっと紙に書いてたら、途中であって書いちゃう現象があるっていうのがあって、そんなわけないじゃんと思って、ずっとお書いてればいいだけでしょと思って、なんで途中で画数の多いしかも難しいあを書くんだろうと思って、やったらあって書いちゃうんですよ。もう自分で本当意識していないところで、すごい高速でやっぱ O を書いてると、もうわけわかんなくなってくるのかな。ちょっと なんでそういう現象が起きるのかわかんないんですけど、おって急にあ書いちゃう自分がいるんですよね。あれ本当不思議。ちょっと後でやってみるんですけど、皆さんもこれぜひ紙と鉛筆用意してやってみてください。うん、いや美味しい。豆苗です。これ本当にゴールデンウィーク予定なくて、
しょっぺ。もう今日もこれからゴロゴロするしかないなと思ってたんですけど、まあ、こういう時こそ筋トレとかした方がいいなと思って、これ食べ終わったら筋トレしようかなって思います、ね、しないパターン。会社の子から聞いたんですけど、ハンドソープがどこにも売ってない。前に別の友人からハンドソープ売ってないっていう話を聞いて、札ドラに行ったらでもビオレ U はあったんですよね。私ビオレ U 買ったんですけど、同じ札ドラでもうハンドソープ一個もなかったです。でも不思議なのが固形石鹸あるんですね。固形石鹸でいいじゃんねと思うんですけどね。ごちそうさまでした。というわけで部屋が汚いんですけども、この落ち着くゴロゴロゾーンで落ち着きながら、洗濯物ももう終わってたから干さないと、というゴールデンウィーク初日でした、はい、というわけで朝ごはんみたいなご飯でした。ごちそうさまでした。ちょっと待って。ああやっぱ帰っちゃう。ああちょっと待って、もっとこう、なんつうの、突然青変えちゃうんですよね。ちょっと待って。おどころじゃない、あどころじゃない、ちょっと書けなくなってきちゃう。おもうなるべくもう早く書くっていうことを意識してると、おほら、あ書いちゃう。これ何なんだろう、何なのこれ。ここもそう、これ嘘でしょって思う人、ほんと一回紙とペンでやってみてください。もうなるべく早くおって書いてると、怒んないで、ごめん、だんだんわけわかんなくなって、あって書きますから。これぜひ皆さん一度、お家でお時間ある方はぜひ、チュピが怒っちゃうんですけど、やってみてください。以上、をいっぱい書いてるとあって書きたくなっちゃうやつでした。またの